声優の皆さん、こんにちは。こんにちは。昨日函館でやってまいりまして、昨日あのパレード、そしてまたここの祭り広場での演技をご披露いたしましたけれども、昨日の夜函館の美味しいものをたくさんいただきました。夕張メロン、またあれは夕張メロンで北海道ですけれども、函館ではございませんでしたが、特に美味しかったです。それにあのイクラ、ウニなどたくさんいただきまして、昨日に増して元気をもらったと思っております。昨日以上に素晴らしい演技をご披露したいと思います。ただいま司会の方からご紹介がございましたけれども、秋田の竿燈まつりは 毎年8月3日から6日までの4日間行います。今日はここにこの竿燈2本を持って演技をいたしますけれども、お祭り本番はこの竿燈が280本も出場して一斉に演技を行うところでございます。夜になりますとこのろうそくに火を灯しまして、約1万個以上の提灯に火が灯されまして、それを一斉に会場で上げることになります。あの稲穂の形をしておりまして、満作を豊年満作を祈願したお祭りでございますので、我々秋田ではですね、夜に黄金色に輝く光の稲穂ということで、本当に秋田の皆さんにも親しまれておりますが、その演技を皆様方に今日これからご披露いたしますので、よろしく一つお願いを申し上げます。で、観光レディの方もいらしておりますので、一言ずつ一つお願いいたします。皆様こんにちは。私は秋田観光レディの石井希と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私から皆さんに一つお願いがございます。竿燈は演技に合わせてどっこいしょーどっこいしょーの掛け声をかけます。ぜひ皆さんも演技の際には私どもの後に続いてどっこいしょーどっこいしょーの掛け声をよろしくお願いいたします。会場を皆さんで盛り上げていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、それではただいまから演技を開始します。掛け声の方よろしくお願いをしたいと思います。竿燈会の皆さん、準備よろしいでしょうか。Thank you.
開けていただけますでしょうか。ご協力をお願いいたします。